今回は2020年を振り返ってみようと思います。皆さんこんにちは、ヒロゲイです。はい、2020年も今日で終わりです。今回は2020年を振り返ってみようと思います。言葉悪いんですけど、2020年は嫌な1年だったと思います。なんでかっていうと、まず3月ぐらいにコロナ流行り出して、4月頃に緊急事態宣言が出て、まあ結構いろいろ不便なことがありました。で、今年僕2級建築士と木造建築士とインテリアプランナーの試験全部落ちちゃって、今年受けた3つの試験はもう僕はコロナのせいで消えたってもうずっと思ってます。ただ2020年は悪い1年じゃなくていい1年でもありました。やっぱまず何と言ってもこれですね、 MacBook Pro を自分で頑張って買ったことです。まあ2020年で一番頑張ったのはやっぱ資格試験もそうですけど、やっぱこれですね、 MacBook Pro を買ったことです。これ40万もしました。この MacBook Pro 買って半年になるんですけど、まだまだ現役で 4K の重い動画もサクサク編集できるのでめちゃくちゃいい買い物をしました。で、今使ってる GH5、 まあ状態のいい中古品なんですけど、これのレンズ込みでほぼ20万したので、まあ、2020年は、まあ、資格試験もそうなんですけど、特に頑張ったのはやっぱ撮影機材を集めるのに結構頑張った1年だったと思います。パソコンとカメラで今年ほぼ60万も使いました。2020年に作った動画に関しては去年よりもうはるかに上がったと思います。やっぱカメラも買い替えたりパソコンも買い替えたので、その分めちゃくちゃ上がってるので、動画の完成度に関してはめちゃくちゃ高くなってます。で、ここからは2020年で僕が買って良かったレゴを紹介したいと思います。ランキング形式にしたいんですけど、まぁ、ちょっとなかなか決められないので、今回は僕が今年買ったレゴの中で特に良かったレゴ、5つ紹介したいと思います。まず1つ目はこちらです。レゴスピードチャンピオンシリーズです。結局どれにしようか決められず、今回は全部ノミネートしました。レゴスピードチャンピオンはもう本当にクオリティ高いのと、2020年のレゴスピードチャンピオンはフルモデルチェンジして、かなりクオリティも上がったので、もう本当にすごいと思いました。この中でお気に入りなのはやっぱパナソニックジャガーレーシングのフォーミュラーです。続いてはこちら、レゴドッツシリーズです。やっぱレゴドッツシリーズはもう本当にすごい。はい僕から見たらついにレゴを身につける時代が来たなって思いました。ちなみに今でもこのブレスレットはつけてます。続いて3つ目はこちら、レゴオーバーウォッチバスティオンです。オーバーウォッチあんま知らないんですけど、その中でバスティオンがもう僕の中で結構刺さりました。バスティオンのロボ状態からアサルトキャノンモードに変形できるのが本当にすごいと思いました。ただ頭部パーツに関しては余っちゃうんですけど、それでも完成度はとても高かったです。続いて4つ目はこちら、レゴシティのファイアードラゴンです。いや、やっぱファイアードラゴンは本当にかっこよかったです。レゴクリエイターの生き物系は本当に毎度さながらクオリティが高いので、去年のサメがすごすぎたので2020年のファイアードラゴンはサメよりかはちょっといかないかなって思ってたんですけど、ファイアードラゴンからサーベルタイガーやサソリに組み替えられるので、それもそれですごいと思います。そして最後の5つ目はこちら、レゴマリオシリーズです。やっぱレゴマリオシリーズは本当にすごい良かった。僕もマリオシリーズそこそこやってるので、キャラクターの再現度とか完成度に関しては結構高かったと思います。ただ発売してしばらく経たないうちにいろいろ品薄が続いてたので、それもあって2020年はレゴマリオが本当に本題1年だなって思いました。思えばレゴマリオのキャラクターパック、あとメットだけなので、メットはもうアマゾンで買います。来年出るレゴマリオに関してはその中で僕が個人的にいいなって思ったものをピックアップして買おうと思います。はい、ということで2020年買ってよかったレゴ5つはこんな感じです。話しとれちゃうんですけど、2021年僕にとっては今年と比べてかなり大変な1年になると思います。前提として2級建築士をもう一回リベンジするのと、あと僕来年大学4年生なので、もう就活真っ只中なので、ちょっと動画どころでない1年になるかなって思います。今年に関しては資格全部ダメだったんですけど、その代わり動画に必要なカメラやパソコンを買い替えた年でもあったんで、来年こそはもう資格で1年丸々潰そうかなって思ってます。動画に関しては続ける予定なんですけど、いつかのタイミングで1ヶ月活動を休止にすることもあるので、まあ来年に関してはさっきも言った通り資格と就活とかで、まあ、潰れる1年になるかなって思います。簡潔に僕から言う2020年はやっぱいろいろ変わった年だと思いました。まあ最後になるんですけど、2020年も僕の動画を見てくれてありがとうございました。来年に関しては今年よりかは動画出す頻度少なくなっちゃうんですけど、まあ、それでも誰にも負けないようないい動画を出したいと思います。来年は就活やりながら2級やりながらでいろいろ大変なんですけど、それでもやっぱ負けずに頑張ろうと思います。はい、以上ヒロゲでした。2021年もよろしくお願いします。